いいせーのでハローエブリアン、みなさんこんにちは、ルナとリナとヤナとおままです。ツートラくんよろしくお願いします。今日は言ってない。パパさ、おばぱですって言ってない。おばでございます。いつも言ってんのに、なんで忘れんのみんな。ありがとうピッピ。今日はアレルギー症状あるある。我が家にも辛い季節がやってまいりました。はい、おパパ以外花粉症の人はーい。でも今回はなんか今年なんかすごく花粉症なくて、今年はそんななかった、だから結構治ったのかなとかって思ってます。でレオナは、レオナは違うアレルギー症状がね、あの以前ね、ありましたね。ということで、はい、今日はアレルギー症状あるある、はいはい、まあ、うちレミオちゃんもいるので、はい、ね、レミオ、レミオ猫アレルギーでーす。なのでレミオてるよ、ね、でもね、たまにね、めっちゃひどく発症するとき、あれとかね、あのラッピング、あ、パッキングの時めっちゃ鼻が痛かったから、あの修学旅行のパッキングはね。ということで、はい、アレルギー症状あるある、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、レッツーゴー。おかえりー。空気清浄機フルパワーだな。よし、これで花粉撃退。花粉の時期は花粉の匂いが分かるようになる。あるある。花粉症だけど、レミオの猫アレルギーもあるんだよな。目取りたいし、鼻も取りたい。よし、空気清浄機回そう。よし。お、だいぶ楽になってきた。これで勉強集中できる。鼻や目を取りたくなるほどアレルギー症状が辛い時がある。あるある。リーラ、何ていてんの。ただいま。帰り。いや、今日も花粉がすごいね。で、わかる。疲れた。ええ、ええ、ええ、なんで鼻栓してんの。ええ、マスクの中、鼻栓あるあるでしょ。ええ、マジで、マジで。ただいま。おかえり。おかえり。あ、こっちで花粉が広すぎる。もうそうだよね。レノンも、レノンまで。いや、あるあるじゃない。いや、いや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 、え、鼻水止まんないんだもん。声が出るんだったら、え、鼻水鼻水止まんないんだもん。マスクの下は鼻栓あるある。
痛い。本当に出たな、今。本当に鼻出た。レイラちゃん、どうしたの？あのさ、鼻痛くて眠れないんだよ、鼻水いっぱい出て。アレルギーか。そうじゃあさ、空気清浄機、お休みモードにつけとくから。うん、ありがとう。これで安心だ。やれるといいね。うん。鼻が赤くなるほど、ティッシュと友達。あるあるあるだもん。さあ、今日はこれにしようっと。うん、臭い。誰かこれ外に干したでしょ。よし、これにするか。うわ、花粉臭っ。あっち。誰干したの外に。手から着ようかな。花粉の匂いしない？あ、これだ。臭くない？だよね。誰よこれ干したの外に。もう誰？ここの誰でもないってことは。パパ。え？なんでよ、外に干したら気持ちいいし、ふわふわしていいじゃん。今の時期は辛いんだよ。花粉の時期は外に干せない。あるあるあるパモ。はいはい、ということで、はい、あるある見てもらいました。はい、皆さん、いくつ共感できたでしょうか。消化花粉の匂いが分かるようになる。これはマジで分かる。ルノはもう鼻と目を取りたくなります。ということで、はい、我が家では今この空気清浄機でなんとかしのいでおりますね。はい、はい、我が家の花粉対策は、はい、レボイト君、うん、こちらでございます。おい、かわいい。かわいいね。かわいい。本当にスリムなので、じゃこんな感じなので、うん、ここにでも置ける。うん、ね、中が3層のね、高性能フィルターで。おちょっと開けてみて、開けられる。そう、3層のフィルター。もう一つ取ってみて、それも上のカチャッと下に下に押しながら。そう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 。うわ、え、そしてもう一つフィルターが、え、はい、それを、そうそうそう、わーい、めっちゃ黒いの入ってる。すごいね、この3層のフィルターで花粉、ウイルス、細菌、ホコリ、カビ、アレルゲン、PM2.5、うん、等を 99.97% 以上除去し。すごいね。すごいな。花粉対策、アレルギー症状の緩和や病気の予防に役立ってるんだって。すごいね。で、我が家、セミオくんがいるでしょ。はい、ペットモードもあって、うん、そう、アレルゲン、フケ、匂いをろ過し、ペットの花粉症、皮膚病などのアレルギー症状からも守れるんだ。レミオくんにとってもいい、うん、人間にとってもいいし、レミオくんにとっても一石二鳥。そう、あと夜はね、お休みモードになって静かに眠れる、眠れる。そう、静かなモード。お、レミオさん来ましたよ。お、ペットモードでした。ペットモード、はい、ペットモードです。ペットモードだよ、レミオさん。あ、レミオくんも快適なようですね。はい、これペットモード。かわいい、レミオくん最高なんだね。お、風のところや。で、あ、そっから、そう、上からね、風が出るんですよ。レミオくんのところから空気を吸って。ダビーのせい。で、
お休みモード。はい、静かになりました。でもちゃんと風はあるんだよね。そう、風はある、ちゃんと風はある。でこういう形でアプリで操作ができて、うん、お手入れもすごく簡単なんだって。という形で素晴らしいレボイト君が我が家にあるので、今年の花粉症アレルギー対策はバッチリですね。はい、はいはい、最後まで見てください。ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。次の動画でお会いしましょう。 See you。 めっちゃ安心してさ、目つぶる、寝不足してる。寝るようなもん見たい。別よ。海風になって波に乗って君を連れて行こう。君と出会えたこの街で特に訳もない。